皆さんこんにちは。面接で志望動機や自己 PR を聞かれた時、何を答えればいいかわからないそんな悩み、ありませんか？本動画では、テンプレートを使った具体的な回答作りを解説。なぜその答えが効果的なのかを掘り下げ、あなたの魅力を最大限に引き出す方法を紹介します。最後まで見ると、面接突破の自信が手に入りますので、最後までご覧ください。また、テンプレートは下の概要欄にありますのでご活用ください。当チャンネルは看護師のキャリアや職場の悩みに焦点を当て、転職やキャリアパスに関するアドバイスを提供する専門チャンネルです。LINE 登録で無料電子書籍11大特典をプレゼント。転職を真剣に考えている方には有料ノートをおすすめします。購入特典として看護師面接よく聞かれること100も付属し、面接対策に役立ちます。それでは本編をご覧ください。応募先のホームページをチェックする。まずはじめに応募先の病院クリニックのホームページを必ずチェックしてください。その理由として、看護師として志望動機や PR を作成する際、応募先の病院が求める人物像や理念に沿った内容を伝えることが重要です。そのためには病院のホームページを活用し、事前に情報を収集することが欠かせません。具体的な情報をもとに話すことで、病院に対する理解の深さや適性をアピールでき、面接官に好印象を与えることができます。病院の理念や目標を確認する。ホームページに記載されている病院の理念や目標は、志望動機を作る際の重要なポイントです。患者中心の医療や地域に根ざしたケアなど、病院が掲げるビジョンを参考に、自分の考えや経験を関連付けましょう。病院の理念に共感していることを伝えることで、面接官にこの人は、病院の方針に合っていると感じてもらえます。専門分野や特徴を把握する。病院の専門分野や得意とする、医療分野も見逃せません。例えば、心臓外科が強い病院であれば、その分野でスキルを伸ばしたいという意欲をアピールできます。また、患者層の特徴を把握することで、適切な自己 PR が可能になります。自分の経験やスキルを、病院が求めるニーズに合わせてアピールしましょう。職員への教育体制や研修内容を確認する。ホームページには、新人教育プログラムや、資格取得支援など、職員の教育体制について記載されていることが多いです。これらを参考に、自分がその病院で成長する意欲を、志望動機に織り込むと効果的です。研修制度が充実しているため、自分のスキルをさらに向上させたいといった、具体的な理由を伝えると説得力が増します。最新の取り組みやトピックをチェックする。病院が取り組んでいる最新のプロジェクトや話題も、志望動機を作るヒントになります。地域連携に力を入れている、新しい診療科を設立したなどの情報に触れることで、応募先に興味を持っている姿勢を示せます。また、その取り組みに共感した具体的な理由を伝えると、前向きな印象を与えられます。病院の雰囲気を把握する、職員インタビューやイベント情報などを参考に、病院の雰囲気や働く環境を確認しましょう。面接時にのインタビューを拝見しましたと、具体的に話すことで、事前にしっかりとリサーチしていることをアピールできます。これにより、病院文化への適応力や熱意を伝えることができます。病院のホームページは、志望動機や自己 PR を具体的かつ説得力のあるものにするための貴重な情報源です。しっかりとチェックして、自分のスキルや価値観とマッチするポイントを見つけ、アピールに活用しましょう。志望動機の作り方、志望動機の基本構成を解説。志望動機を効果的に作るためには、同期職場に貢献する方法将来の展望の3つを明確に構成することが重要です。面接官は、応募者がなぜこの仕事に興味を持ったのか、どのように職場で貢献できるのか、そして、どのようなキャリアを目指しているのかを知りたいと考えています。この3つの要素を組み込むことで、説得力のある回答が完成します。例えば、なぜ看護師を目指したのかを、具体的なエピソードを交えて話し、この職場でどのようにスキルを活かせるかを明確に述べ、最後に将来の目標を加えることで、面接官が納得しやすい志望動機になります。志望動機のテンプレート。志望動機のテンプレートを活用すると、効率的かつ一貫性のある回答が作りやすくなります。具体的には、私はをきっかけに看護師を目指しました。起因では追い越し、患者さんにより、
良いケアを提供したいと考えています。将来的にはを目指し、長期的に活躍したいと考えています。といった構成が有効です。このテンプレートを使用すれば、自分の経験やスキルを簡単に当てはめることができ、応募先にあったオリジナルな志望動機を作成する手助けになります。例えば、大学時代のボランティア経験をきっかけに、患者さんに寄り添う看護を学びました。起因では、この経験を生かし、患者や家族の不安を軽減する看護を提供したいと考えています。将来的には、緩和ケア分野で活躍したいです。という内容を伝えれば、面接官にとってわかりやすく、説得力のある回答となるでしょう。良い例悪い例を比較、良い志望動機と悪い志望動機の違いを理解することも大切です。良い例では、応募者の経験やスキル、応募先での貢献が具体的に述べられており、一貫性があります。例えば、急性期病院で患者の精神的ケアの重要性を学び、起因の緩和ケア病棟でその経験を生かしたいという志望動機は具体的で説得力があります。一方で、患者さんの役に立ちたいから応募しましたという悪い例では具体性に欠け、応募先や応募者自身の特徴が見えません。このような回答では面接官に熱意や適性を伝えられません。良い志望動機を作成するには具体性、一貫性、そして応募先に関連する内容を盛り込むことが必須です。良い例を参考に、応募先の特性や自分の経験を適切にリンクさせた内容に仕上げましょう。このようにして作成した志望動機であれば、面接官に自信を持ってアピールすることができます。自己 PR の作り方、自己 PR の基本構成を解説。自己 PR を作成する際の基本構成は、過去の実績、具体的なスキル、応募職場での活用方法が重要です。この構成を使うと、自分の強みを明確に伝えるだけでなく、応募先の職場でどのように役立つかを効果的にアピールできます。面接官が求めるのは、あなたが職場にどのような貢献ができるのかという点です。したがって、実績をもとに具体的なスキルを示し、それが職場でどう活かされるかを明確に伝える必要があります。例えば、私は新人教育を得意としており、以前の職場で新人看護師の教育プログラムを作成しました。その結果、教育期間が短縮され、スタッフ全体の業務効率が向上しました。この経験を活かして、5院でも新入職員のサポート体制を強化し、チーム力向上に貢献したいと考えています。というように、実績を具体的なスキルとつなげ、それを応募職場での活用方法として提示するのが効果的です。このような構成で自己 PR を作ると、面接官にこの人と一緒に働きたいと思わせる内容に仕上がります。自己 PR のテンプレート。自己 PR を効率的に作成するためには、テンプレートを活用するのがおすすめです。テンプレートを使えば、重要な要素を漏れなく含めながら、簡潔にまとめることができます。以下はその一例です。私はを得意としており、以前のプロジェクトでという成果を上げました。この経験を生かし、5院ではに取り組み、患者さんやチームにより良い貢献をしていきたいと考えています。例えば、私はチームワークを得意としており、以前勤務していた病院で看護師間のコミュニケーションツールの導入プロジェクトを担当しました。その結果、スタッフ間の情報共有が円滑になり、患者ケアの質が向上しました。この経験を生かし、5院でもチーム力をさらに強化し、患者満足度向上に貢献したいと考えています。という内容で作成することで、説得力のある自己 PR が完成します。テンプレートを使えば、自分の経験を整理しやすく、簡単に魅力的な内容をまとめられます。面接官が評価するポイント。面接官が自己 PR を評価する際に重視するポイントは、具体性、応募職場での貢献、誠実さの3つです。具体性があると、面接官は、あなたのスキルや経験をリアルにイメージすることができます。また、応募職場での貢献が明確に示されていると、面接官はこの人は即戦力になると感じるでしょう。さらに、誠実な言葉や態度は、面接官に良い印象を与え、信頼感を築く重要な要素となります。例えば、私はチーム力を強化できますという抽象的な表現ではなく、具体的な実績と成果を示すことで、説得力を高めることができます。面接官は、応募者がどれだけ実際に職場で役立つかを想像しながら、評価します。したがって、
実績に基づいた具体的な説明と応募職場での貢献のイメージをしっかり伝えることが大切です。以上のステップに従って自己 PR を構成すれば、面接官に響く内容を作り上げることができます。ポイントは具体性を持たせ、応募職場に合った内容にすることです。この方法を実践することで面接突破の確率が大きく高まります。応用テクニック、志望動機と自己 PR をつなげるコツ。志望動機と自己 PR を一貫性のあるストーリーとしてつなげることは、面接で自分の魅力を効果的に伝えるために欠かせません。面接官は応募者の背景やキャリアの方向性に統一感を求めています。志望動機で応募先を選んだ理由を述べ、その職場でどのように自分のスキルを活かせるかを自己 PR で具体的に示すと、面接官はこの人なら職場に貢献できると納得しやすくなります。例えば患者の QOL 向上を志望動機に挙げた場合、自己 PR では過去の経験をもとにその目標を達成するための具体的なスキルや成果をアピールします。一貫性のある話を構成することで、あなたの意欲と適性が自然に伝わり、面接官の信頼を得られるのです。面接での話し方のポイント。面接では話すスピードや内容の具体性が重要です。早口や抽象的な説明ではあなたの魅力が十分に伝わらないことがあります。ゆっくり話すことで緊張を和らげるとともに、面接官が内容を理解しやすくなります。また具体例を盛り込むことで、あなたのスキルや経験がより鮮明にイメージされます。例えばチームワークの重要性を話す際には、過去のエピソードを交え、どのような状況でどのようにチームに貢献したかを詳細に説明することで説得力が増します。明確な話し方と具体例の活用で面接官に強い印象を残しましょう。練習方法を紹介。面接で自分の魅力を最大限に発揮するためには十分な練習が必要です。練習を通じて内容を整理し、自然に話せるようになることで自信を持って本番に臨むことができます。家族や友人に聞いてもらう、実際に他人に聞いてもらうことで自分では気づけなかった改善点が明らかになります。自分の声を録音する。録音した音声を聞き返し、自分の話し方や伝え方をチェックします。特に早口になっていないか、言葉がはっきりしているかを確認しましょう。模擬面接を行う。面接官役を頼んで模擬面接を行います。本番と同じような環境で練習することでより効果的です。練習を積み重ねることで面接当日に自信を持ち、冷静に対応できるようになります。まとめ、今回の動画では看護師面接で差をつける志望動機と自己 PR の作り方を解説しました。動機や実績を具体的に伝え、一貫性のあるストーリーで面接官に強い印象を与えましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いします。この動画が皆さんの役に立てば幸いです。これからも看護師としてのスキル向上のためにこのチャンネルを活用してください。次回の動画でも皆さんの業務に役立つ情報をお届けします。コメントや質問はぜひ下記のコメント欄にお寄せください。それでは次回の動画でお会いしましょう。